ズナリンです。この番組は私キズナリンが応援上を目指す番組となっております。詳細はこちら、目指せインフルエンサー編は縁起のいい3並びが目標。目標その1、33,333 フォロワー。その2、33,333玉。この2つは達成済みです。その3、私の切り抜き動画を333個作ってもらう。目標はこの3つとなっております。達成までの期限は全12回収録分。3個全部達成なら私のグッズ第2弾の制作が決定。今日はめちゃくちゃ気合い十分、超打ちたかった。なるほど。新北斗無双第4章、待ってたよ、待ってました。いやね、今までの北斗無双のイメージってやっぱり ST じゃないですか。今回はちょっとね、右打ちの感じが違うんですけれども、ただ私打ちました。ほう、めっちゃ面白いです。はい、はい、なのでその面白さを今日はもうフルで伝えられたらなと。なるほど、思っております。はい、そしてね、うん、今日ちょっと今画面からね、見えてはないんですけれども、あちらに富士山とレインボーブリッジが見えておりまして、うん、一富士二鷹三凛ちゃんということで、おー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 おお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 なんか今日は、はい、いい気がしない、うん、なんかもう富士山見れた時点で私はもうプラスなんですよ、うん、だってね、今あの豊洲のあたりですよ。そうなんですよ、あの123東雲店さんへお邪魔させていただいております。いやね、こんな東京からね、あの富士山見えるなんて珍しいですよね。そう、うん、だから本当に条件が揃って今日見えてる、うん、っていうことはですよ、っていうことは勝つでしょ、勝つでしょ勝利しかないよ。いやでもまあ、はい、そうなるといいですね、うん、もう、はい、もうワクワクと富士山も見えてるし、はい、もう本当に気合十分って言った通り、もうプラスからスタートしておりますので、今日はしっかりと勝って、しっかりと楽しい部分をお届けして帰りたいと思います。それでは本日も頑張って行ってきます。北斗神拳はい、ということで、はい、打っていきたいと思います。アミバなんだよな私といえばジャギアミバあたりじゃないですか。今のポーズアミバなんだよな。そうそう、結局ね、うん、あの何しても勝てばいいから。そう、あ、ちょっと待って、宝箱掘り入った宝箱掘り入ったんですけど、中身、あ、ネクストネクストね、17パーぐらいある。さあ、まだ6回転目でございますよ。はい、さあ強敵 SP に発展しております。ここから目指したいのは、あ、そう、この煽りなんですけど、北斗七星の逆物が完成して VS ケンシロウリーチに発展してほしいんですよ。なるほど、今回はケンシロウを倒せば当たりなんです。あ、行けましたね、 VS ケンシロウリーチ、ね、そう、はい、ケンシロウを倒せばいいと。これが本気のメインリーチとなります、うん、はい、え、待って、激発リーチした、やばい、まだ6回ですよ、本気最強リーチ、トータル83パー。いや、これ真剣に言ってる。いや、まだ気を緩めるな、気を緩めない、緩めない、83パー確定ではない。タイトル、キリン柄だったら大谷の子です。はい、ではない。え、シェイクビジョン、チャンスオパーシェイクビジョンと、あ、入りました今、はい、新エンブレム赤入ってる、オッケー、前半強いぞこれ。結構チャンスオパー乗ってんじゃん。はい、もうほんと今8割あるんで強いぞ。で、これね、天気ショーがあるかないかもチャンスオパーなんですが、なかった今回は。いきます、おー、こんにょ楽しいぞ、楽しいでしょうね、うでしょうね、当たりました、やばい。この後51% で、はい、新元灯ラッシュの方に行けば OK です。右の方、右行ってほしい、51%、はい、どうよ、あー、
99% の方なんですけれども、ただ900個もらえてさらに時短100回つきます。いやそれがいいよねやっぱね。で時短中はあのね約288分の1に確率が上がるんですよ。大当たり確率上がる。そうで引き戻し率が約 29%。 これがいいですよね。そうなんで全然チャンスはある。でラッシュのカスタムも選べるんですけど、まずはノーマルでいきたいと思います。はい、でねラッシュ入るとね 26% で3連発以上の振り分けがあるんですよ。あ、あれ、ちょっとレインボーじゃなかった？あ、入ったじゃん。入ったじゃん。上がったんだね。新元灯ラッシュなんですけれども、ST100 回転つきます。うん、で、70分の1、約70分の1が引ければ100回転に70分の1、そう、継続します。で、継続率は約 76% と。 76% そう、で、26% で30発以上の振り分けがございます。それがすごいね。そうなんですよ。しかも約4分の1、しかも、うん、ここからが大事なんですけど、無双連撃チャレンジというものがありまして、うんうん、究極3000ボーナスを引いた後は、10ラウンド2個あるんですけれども、うん、2回目の10ラウンド消化中に無双連撃チャレンジがあって、3分の1を引き続けると1500個が永遠に乗るんですよ。3分の1が引きつければ1500発ずっと乗ってくるんですね。永遠に乗ります。ああ、なんで3分の1をもうずっと引くことができれば、もういくらでもいくらでも1500発が乗っていきます。なんすかその、なんすか通販番組ですかっていうのが、はい、無双連撃チャレンジ、はい、なんで夢は無限大です。で ST 回復の振り分けも、20% あるんですけれども、うん、100カウントを超えれば、はい、1500発以上の当たりが期待できるというところですので、うんうん、あとはもう本当早いです。ショック図柄が3つ揃えば当たりなので、まあとりあえずショック図柄が3つ揃えば。そう、いきます。めっちゃ早いんでこれ見ててください。あ、来た、ほらもうこれで当たりだから。これで当たりですね。で、中身が、あ、今回は1500ですね。今予告封印、モード変えてます。これ何かしら予告が起きれば大チャンス。安全運をただ見せないとね。そう、あ、無双像当たります。 OK、 あー、3000じゃなかったです。今回次保留重視型にしたいと思います。モード保留がもうこれは簡単なんですけど、変化すれば大チャンスでございます。はい、はい、はい、もうずっと保留見ちゃうよね、この戻ってき保留変わらん、変わらないじゃん、いいのよ。え、でも全然ね、残り10回切っても全然あるんで大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、ほら、あー、変わりましたね、これ。あー、危ない、残り13回3000じゃない、来ない、来ない、あー、来たこれが噂の3000でした。はい、3000でございます。3000ですね。はい、はい、ここから1500発かける2なんですけれども、2回目の1500発の時に、無双連撃チャレンジが待っております。ここに書いてあります。はい、成功すればプラス1500、はい、ということで1500発3分の1を引き続ける限り乗り続けます。はい、さあこれも選べるんですよ。はい、チャンス告知、レア演出告知、極悪一発告知、違和感告知とあるんですけれども、チャンス告知からいきましょうか。これはロゴが落ちてくれれば OK です。なるほど、はい、あ、来た、はい、来ました、始まってます。ロゴのね、あのガタガタ煽りが来るんですけど、なるほど、落ちてきたら OK。 あ、これこれこれ3分の1よ。嘘、落ちない、3分の1ダメ、落ちてよって願ってもいいんじゃないの。落ちて、落ちろよ落ちろよ、何回いいんですか。ダメでしたね、今回ダメでした。やばいね、残り20回転切った。ご機嫌、1、0まで吹けば切った。カウントダウンはね、3から、あ、来た、当たりです、やりました、よかった。とりあえず、そう、当たれば何でも OK。 あ、来た、ほら、当たりますから。どうですか、この威力とスピードと。いや、いいですね。いや、たまには早く当たりたいよね、もう、手止める前に。あー、緑、あ、来た、来た、当たった
謎の女ですね。100超えれば OK。 上がって超えろ上がって、エッチカレストです。ダメよダメよ、まだある、諦めない、いい、 OK。 あーこれ戻せ、あーまずい、残り5回いけ、あーそう、熱い、いったいった、おーすげえ残り6回いってくないですよ今。これ気持ちいい、これがあるんですよ。あ危な、96回いってみるんですよ今の。これがあるから止まんないよね。エイジマス超えました、超えたね。朝一6回転ですよ。すみません朝一からこんなうるさくて。さあ残り38回気合い入れて消化します。無双連撃チャレンジを私にください。いけるよいける、絶対にいける。さあ残り30回ここまで継続してきたんだ。またカウントダウンが入ったっていい、赤系の S でもいいよ、私にちょうだい。あー続いてショック揃え、3つ揃えばいいから私にください。なんでと当たりよ、なんで、あーついに、さあ1460玉、そしてここで説明したいことがあります。おい、ここにパチナス、おいで QR コードありますよね、でこれなんですけれども、さあ読み取ります。おい読み取ると、おい、なんすか、なんかエッチな画像でも出てる。違いますよ違います、なんですか、読み取るとですね、なんと、さあ今日今の現状での全国のランキングが、あなるほど、ここで表示されます。はいはい、で画像保存とかツイートもできます、うん、で私は今暫定で全国で36位の結果でしたよっていうのが見れます。えじゃあそれどうやツイートすればいいじゃん。もうネタバレ編ですよ、ネタバレ編ネタバレ編します、ネタバレ編集しましょうよ、する、うん、じゃあしましょうか。まだ悔いが、まだ悔いがあるので打ちますってラオウでしたけど、やだね、悔いが多いラオウなかなか想定しないラオウ。はい、まあ、そんな感じでツイートができますので、はい、じゃあこれツイートしますね、はい、あなるほど、はい、じゃあちょっと改めてスペック紹介の方お願いします。はい、改めてスペックの紹介したいと思います。大当たり確率が約319分の1のミドルタイプ、はい、震源塔ラッシュの突入率が 51%、うん、そのうちの 5% が3000発からの当たりとなります。で残りはどうなってるんですか。で残りなんですけれども、うん、まあ源塔ラッシュですね、うん、900個もらえて、うん、さらに時短が100回ついてきます。あそれがいいですよね。そう、うん、優しいんですよ、うん、で時短だけの引き戻し率で言ったら、うん、約 29%。 それがめちゃくちゃ期待できる数字だよね。そう、期待できる数字なんですよ。もう3分の1じゃん、ほぼ。そう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 。で、時短中は、大当たりの確率が約288分の1にアップする、アップしておりますので、まあ、ゆえに、そうですね、ゆえに 29% で、当たったら当然、当たったら当然震源とラッシュに突入します。ラッシュに入ると、はい、素晴らしい、いいスペックだよね。そうなんですよ。でラッシュの継続率ですね、うん、約 76% となっております、はい、さあそして今回触れておきたいのが、うん、見てください、右側サミーさんの筐体といえば、うん、ここにでかいこう、ねね、サーフボードみたいのが反り立った、ね、ついてましたけど、ね、はいはい、今回は、うん、それがね一新されました。なるほど、はい、続いて注目演出いきたいと思います、はい、究極ゾーン、うん、こちら約 80%、はい、次回予告約 84%、 あ、強いね、そう、究極闘技約 83%、 あとは時ストーリーリーチ、朝一私が当たった激アツリーチでございます、こちら 82%。 さあそしてカスタムの話次いきたいと思います、はい、先読みカスタムノーマルチャンスとあります、はい、で、入れるとですね、うん、発生した時に約 60% の信頼があります。信頼度が、ね、はい、先読み入ったら見えるで、ギアクラッシュカスタム、これ後でやりたいんですけど、うん、いやもうね、
簡単に言ったら先晴れ、はい、オンにすると告知発生で約 98%。 あ、先晴れが来たら 98% で当たるってことですか。そういうことです。信頼度が 98% あります。振り切ってませんめっちゃ。いやもうすごい振り切り方だよね。いやこれもうだから私めちゃくちゃ好きなんですよ、うん、先晴れ来たら外したくないじゃん。まあ 2% っていうのがまた絶妙ですよね。まあねまあね、うん、北斗のキャラだと誰が一番好きなの。シン。どういうところが。理由をってユリアをこうなんていうの、拉致しちゃうあたりが好き。叶わない恋みたいなさ、切ないじゃない。届かない恋なんだよねって思うと、なんかシンが一番いいなって私は思った。だってなんかさ、ケンシロウ別に嫌いじゃないけどさ、なんかレイが大変な時に普通に歩いてるしさ、走らないしさ、私的には走れよって思うんだ。走ってよって思うじゃん。そういうとことか、なんかユリアと普通に両思いな感じとか。普通に両思いも嫌なんだ。なんかうまくいきすぎじゃん。人生そんなうまくいくことばかりじゃないから。それが嫌なんだね。あ、なるほどね。で思った時にやっぱり人間味があるのどっちですかって言われたら真でしょって私は思っちゃう。レイが大変な時にのしのし歩いてるケンシロウにかなわないんだよ。悔しくない。もうさらうぐらいのことするしかなかったんだよって思っちゃう私は。皆さんくれぐれもね、人さらうはね犯罪ですので。それ以外で当たってる人は見てないのだ。あ、そっか、うん、来たじゃん。うわ、それだよ。さあ、すごいでしょ、すごいでしょ、びっくりしなかった。さあ、私の台にですね、ギアクラッシュが来ましたよ。いいね、この安心して見れるピースってね。え、完全に安心しちゃ本来いけないんだろうか。そうそうそう、だからそれがカスタム入れるかどうか迷うところなんですよ ね。ドキドキしたいことは入れない方がいいと思います。あ、赤のシェイク入ってる、チャンスアップですね。これ外れたら本気で怖い。ないと思う、大丈夫。キリンとか出るんじゃないですか、もう後ろ。当てなかったな。あ、はいはい、おめでとうございます。右行け、OK、 いいですね。はいはいはい。それこそサミーさんのね、イニシャル D。 あ、ほらほら、おこれ変化してた。おえ、マジで撮った。うん、撮ったよ。ショックそれで OK だから。いや、楽しい。で、これ、この場合はこの時は増えました、増えました。いや、もう、これは上がりました、上がからの、からの。あー、さすがに。あっ、強敵ボリュー。ちょっと待って、これはあるぞ。さあ、ここまで何が起きたんですか、ちょっと改めて。強敵保留、おそらくデフォルト入ります、 18% で、今、ロゴホールド予告が起きていて、中段に北だけ落ちてきてるんで、 32%。 そして今 VS ケンシロウリーチに発展しました。あ、赤いよ。タイトル赤 51%。あ、51% 乗ったか。あるぞ、なくはない。さあ、シェイクも入ってる、 OK。 さあ、あとは究極闘技とかもね。ここで究極闘技行けば、行かないね。ロコがボン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 って落ちてくると究極闘技なんですよ、注目エース。あ、ちょっとこれ怖いか、当落大事よ。お願いします、チャンス。あ、普通だ、行け。5割やっても無理か。ない？ない？いやー、ダメやー。いやー、ダメやくそー。いや、もう5000発切ってしまったぞ。いや、全然今日投資してないんですけど、でも持ち玉内でやりたいな。先読み入ったぞ。先ほどケース C、タイトル通常、はい、さあ残り1500発切ってます。600、656回転ハマってますね。
やー引けないか。追加投資いきます。はい、ついに。はい。さあ一万発なくなってしまいました、ね。なくなりました。さあ VS キャンセルオーディオ。いけ！いけ！いやー2枚目です。今999回転目です。はいはいもう。またこれよ。次当たった時減当ボーナスだったら私本当許さない。100ハマリ、だから1000ハマリですね、実質の100回転考えて。あそうだね。今どんな気分ですか？今やっぱり持ち球遊戯してたせいかそこまで食らってはないけど、ずっとなんか通常時が長すぎてへこんではいる。すごく。そりゃへこむわな。うん。そこで元気いっぱいですって言われてもちょっと引いちゃうというか。でもまだ。あ元気いっぱいですか？まだ全然元気いっぱい。あ元気いっぱい。あいいですね。まあ、元気にお届けしたいと。元気元気。あ、奥義発動で究極ゾーン。これさ、でもお湯なんもなってないから、こんな急に発動しなそうだよね。めっちゃいい音してる。あれ？奥義発動したよ。え、究極ゾーン。あ、究極ゾーンじゃん。究極ゾーンだ。80%。これもろたやろ。なんてなんて。これもろたよ。これもらったっつよ。もろたやろ。80%や。カルボナーラっつうの。これもらったやろって言ったね。来た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 。1126回転目。そしてですね、1万8000円です。油断しないで。はい、これ8割あるからもう3連結の金。8割が2個乗ったってことね。そう、そうよ、そうよ。どんどん私を安心させてちょうだい。そうね、はい。いいわよ、いいわよ。はい、嘘。下段。これね、70% です。ああ、なるほど。はい、どんどん乗ってます、今。いや、大丈夫そうだけどな。さあ、VS ケンシロウ行きました。奥義発動。わあ、いいね。赤タイトル。究極闘技見れるんじゃないこれ。ああ、なるほど。あれ赤のチェックで。あ、グーハートいたら当たりだよ。あ、グーだ。ハート様いたら。あー、いなかった。いないかでもボタンからのグーなんで 82% あります。もう8よりめっちゃ持ってる。大きい。大きいんだ。モリモリですね。これ大丈夫。外れるわけやない。後半の金だから、ちょっと大当たり濃厚ではないか。前半だったら大当たり濃厚でした。外れるわけないよ。究極時は出ず。だがしかし嫌じゃない。あー長かった長かったね。強く回転。さあここから右側が選ばれないと意味がないので、絶対右、絶対右お願い。いやー待って、こんな嬉しいことないよ。本当に嬉しいことはない。はい、さあ行くぜ。70分の1高いで。ショックが揃えば OK。 赤系のエースが欲しい。あら、ちょっと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 一回ね、一回一回。これだってこんなに久々に新元闘ラッシュ入って、はい終わりましたが、たまったもんじゃないからね。普通のことしか言ってないですね。普通にたまったもんじゃないよ、本当に。止まって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 。どうする？さて。タイムアウトね、タイムアウト。どうする？本当どうする？本当どうする？マジない。集中。では集中集中。
かっかいい、ダメ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 、大きい、ダメ、そこだけのピンチだ、ダメ、本当にもう一回、あー、あーちょっとこれ一番傷つくやつ、ザンホールに70分の1の奇跡ない、ない、ないか、マジか、ございます。まだ元気ですね、全然元気だよ、来た来た、ついに来ました、アンカータイトル来た、オッケー、さあこっからよ、ちょっと右、ちょっと右、ちょっと右、いや分かんない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 から、ダメ、おう、あー、どうして行かないで、4枚目入りますね。でも考えてみてよ、まだ4枚目だよ、だって満発出せば、そうね、戻ってくるんだから、負けますわ、あ、入ってた、あ、来た、出せた、あ、これが究極闘技、待ってました、あ、引けですね、ありがとうございます、よかったじゃない、引け、絶対に、あ、いや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 、下手そう下手そう、絶対に行くんだ私は、いや待ってくれよ、もうダメ、5枚目、やるせない、これで、あれギアクラッシュ私入れてるんですよ、え、待って、あ、キーホルダーになっちゃう、本気で言ってね、私これ外したくない、行けよ、あ、当たった、カスタム入ってる、当たるんだ、当たるんですね、いいですね、あー、あー、あーって、いけるでしょ、上皿の分だけ打てば、上皿を打ちます、あー、来ました、早い嘘でしょ、大島さん来た、いやこれマジラストチャンスよ、ガチのラストチャンスです、これ、まあ、クレイジーギア来たってことね、来ました、ギアクラッシュ、ギアクラッシュ、あ、もうおー、レフボいや、まさかユリア様を拝めると思いませんでした、レインボーユリア様、いやいいものが見れました、ありがとうございます、はいはい、うん、もう当たるの分かってるんですけど、ちょっとハート様の方見たかった、キリン柄とか出てほしい、見たい、個人的に、6回目ざい、おらーざい、いや、さすがに大丈夫、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 あれちょっと待って、おお、今例のカットインあったけど、例のカットインあった、普段ないよね、な、中に付き合ってる、演劇ちょっと大丈夫ですか、これ何が1個下げます、あ、1個下げますか、何これ、え、何これ、何これ、やばくない、保留練してんじゃん、あれ、やばいじゃん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、終わんないと思う、さあ、ちょっと困惑してますが、この後どうなのか、本当
ら汗出てる。青いけど。うわ、何これ。そうなんだ。残り393回。これ、どう考えても、消す落ちにしか見えないんですよね。はい、今これ、多分めちゃくちゃ珍しい現象起きてます。319を私2連続で引きました。で、消す落ちしちゃってます。はい。はい、で、この393っていうのはちょっと保留が入っちゃったからあれなんですけど、消化されちゃったんですけど、多分400から始まってて、へそ落ちした時の救済措置でおそらく400回時短もらえるんじゃないかなっていうのが予想、はい、ということで、落ちました。落ちました。怖い、超怖いじゃんこれ。もうどうすんの、何私、なんでどう、もう打つしかないんですよ。それ打つしかないですよね。打ちます。いきます。え、絶対100いくまでに当てたい。あよかったね。え、なんて、なんか煽りも何も来ないけど大丈夫？大丈夫？私が必死の思いです。なんだと思ってんの。ちょっと待って。うわ、まずいんでね。やだ、1、0ガーン。あー、やばい。ちょっと待ってくれ。謎の女でもいいんだぜ。謎の女でもいい。ちょっと3300発。え、やだ。全然やだ。自立です。やめます。本当に許せない、許せない、まあ、もうちょいあるけど、どうすか、どうする、もうちょろっと打ってみる。100回転付近とか当たりそうじゃないなんか。100回転打ちましょうか。うん、おお、ね、これはびっくりしたね。これはもう神様が投資してくれてるとしか考えられません。まあね、98% ね、多分今もうほんといろいろ疑心暗鬼になりすぎてて、なんかもう 2% 引きそうな香りがするよね、今の勢いだと。怖いのよ、何もかもが今シェイク。さあ、保留連、3HK 保留連入れたら8回目ですね。当たりますというか当てます。入れてます。 OK、 すごいな。8回ですよ、初当たり。初当たりの鬼です。絶対右側が、絶対右、絶対に右。あ、これいったでしょ。いったよ。ちょっと出れた。はい。あ、てかキャラクターいましたね。さあ始まります。いけるいけるいける。継続率 76% だからね。あ、いけ。あ、痛い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 。3000がいいな、3000がいい。あ、痛い。あ、久々でございます。本日2回目。これが欲しかった。待っておりました。ありがとうございます。チャンスで生かしてください。はい、どこが落ちていければ OK。 チャレンジ始まってる。これはどうなればいいですか、チャンスとしては。ロゴが落ちてくれば OK。 ロゴが落ちてくればいいですね、この目の煽りがガタガタってくるんで、ついでドーンくれば OK。 落ちて、え、そんないけないもの、3分の1、嘘、一個いない。あ、え、まあ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 、また来ちゃい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 。頑張って。
さあ謎の女でもいいぞ。謎の女でいい、全然謎の女でいい。いやむしろ謎の女がいい、謎の女がいい、謎の女、謎の女、謎の女が出てくる。いい、いいし、熱い。ほら、ほほー、間に合いました。最高。95回転目。あー3000じゃない。頼むから早めに当たってほしい。一回も早めに当たらないのよ。余裕がないことが。お願い、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ドン、オッケー。うまい。お願いします、こいで、こいで、オッケー。こうなったら3000いこう、3000いこう。さらに、さらに。まあまあいい、全然いい、全然いい。あ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あっ、早いよ、もう。来た、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 来た。いや、始まったんじゃないか。始まってる、始まってる。3000。来ました、来ました。ロゴが落ちれば OK だからね。3分の1。3分の1。落ちない？え、ダメ？あー！ついに来ました。どうですか、初の無双錬成功は。さあこれで4500発。またチャンス告知にしちゃった。さあチャレンジ始まってます。1万発超えました。もう一回、もう一回行きたい。来るから大丈夫、最後のチャンス。ここで、あー、厳しいか。ダメか、4500です。ちょっとダメでしたね今回は。いやでも無双錬成に成功の瞬間をお届けできました。はいはいはい、今頑張れ。そのまま謎の女で1-0。ダメですか。リズム感はいいですよ、リズム感は。失敗します。ダメですか。まだ終わりたくないからお願い。でも、終了です。ということで、ちょっとパチラスで最終的なランキングをね、はい、うん、見たいと思います。はい、ランキング入ってたい。あ、入れなかった。そりゃそうだろ。これくらいじゃ。もっと上には上いるよ。でもでも、うん、最後に、うん、バーって。だって4連の9連でね、盛り上げれたんで。そうだね、だいぶ気持ちはね、うん、落ち着きました。ということで、プラスになったかなってないかは、交互期待ということで、はい、エンディングの方いきましょう。完了、終了、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけで早速結果の方に行ってまいりたいと思います。はい、投資の方が11,125玉、うん、回収が13,797玉、はい、ということでプラス2,672玉です。いや見事なまくりでしたね。粘りました。粘ったね、うん、あれですよね、朝の時点で帰ってればっていうちょっと一瞬頭をよぎりましたけど違いますよね。違いました。違いますよね。やっぱり粘っていいこともあるなって思いました。うんうん、なんかやっぱ台の調子がね途中から上がってきましたよね。なるほどなるほど。あのあたりから、まあ、ダーシマさんからも、うん、なんか当たりそうだよねっていう助言もあったし、うん、本当にやってよかったと思う。ダッシュ後に2回やめますって言ってるもんね。いやでも結果的にはもう大大大満足。いやよかったですよ。そう、無双錬成チャレンジも、うん、まあ、4回今日チャレンジできて、うん、まあ、1回しか成功しなかったんだけど、うん、まあ3分の1を引いてね、1500発上乗せできるっていう絵もねお届けできたので。そうだね、はい、うん、私なりにはいい動画になるんじゃないかなと。いや、いい動画になるんじゃないか、はい、大大大満足な結果で終わりました。はい、あと俺ちょっと聞きたいのは、はい、もうすごい無双4もう好きだっていう。めっちゃ好き。その辺どこら辺ですか、好きな理由。好きな理由は3分の1で1500がね、どんどん上乗せされていくのも楽しい。それだけじゃなくて、やっぱり右の速さ、うん、あれは、なん
か私の体感だと現行で一番早いんじゃないかなっていう感じがする。あの爽快感は味わったらやめらんないです。なるほど、やめすぎちゃうってことですね。はい、はいはい、ということでまた練習次回も頑張ってまいりたいと思います。それでは頑張って。